どうもジャジー系です。今回もファイナルファンタジー15専用の続きをやっていきたいと思います。前回ねちょっとクエストが何個か出てるんで、最近ちょっとそれをやっていこうかなと思います。これがねちょっとなんか苦手なクエストで、昔ちょっと実況やったんですけどなかなか越せなかったんで、ちょっとさらにちょっと簡単なレベル5っていうのは出たんで、これをちょっとやっていきたいと思います。助かります。無理はなさらずに。はい、シルベに到着ですね。リードイモ早速始めましょう。はい、到着。まあ、これほぼ雑魚でしょう。はい、まあ凍鉄やからね。なんかね、やっぱこのダガーだと攻撃をしてるだけで勝手にちょっとシフトブレイクもしてくれるんで、ちょっと離れた敵だとかなり使いやすいですね。雑魚敵を倒すにはかなりおすすめかなと思います。うわーでかいの来た。クラッシュ、オッケー、オッケー、一匹。マジか、毒か。オッケー、クラッシュ。オッケー、クラッシュ。オッケー、今。オッケー、あと一匹。さらにクラッシュ。オッケー、余裕ですね。結構余裕でしたね。やっぱりレベルが低いと簡単に倒せますね。で何よりです。今回は結構余裕でしたよ。あー、なんかありきたりのものしかなさそうやな。あー、はい、うまそう。できましたよ。ステーキ。経験値はあんまりもらえないですね。はい、戻ってきました。そして次はですね、何をやろうかというと、まだあんまレベルが低いんで厳しいかもしれへんけど、このレベル18クワールを総罰せよと、これをねちょっとやっていきたいと思います。わかりました。どうかお気をつけて。はい、シルベに到着。アンジェット、じゃあ早速行きましょう。なんか変な女。はい、到着。なんか音楽が違う、かっこいい。どこにいんねや。あ、こいつか、トードか。クワール強すぎましたね。戻ってきました。気を取り直してもう一回行きましょう。なんとなくね、わかりました。食べ物がなくなると死んでしまうということですね。おわー、
ということでね、結果的にクワールの討伐はね厳しかったです。なのでちょっと溜まった電力でちょっとまた近いところをね上げていきましょう。これとかいけそうな気するけどな。これちょっと行ってみましょうか。また光が増えるね。鉄塔5000ギル。オッケーオッケー。これも鉄塔なんかな。6000。これも開けましょうか。これで明るくなるよ。でこっからまた続くってことかね。じゃあもう少しちっちゃいところで足りるかな。これとよし、光を灯そうか。あ、討伐クエストが出ましたね。でもう一つがこれ。これで明るくなるよ。ストマキーのしるべ。レスタルムの武器がないのも増えましたと。ああ、そのレスタルムを目指す整備士が追加されましたと。奥義。あ、これいいね。でも3万8000もいいのか。なるほど。これ4300ですよね。OK。じゃなくなったんで、優しいやつ、優しいやつ。あ、これとか余裕でいけそうですね。これ、レスタルム周辺のやつをもうちょっと片付けていこうかな。わかりました。どうかお気をつけて。はい、シルベに到着です。さあ。はい。まあ、これは雑魚でしょう。マップシフト。ゴブリンかい。ああ、余裕っすね、これは。よいしょ。はい。はい、よいしょ。はい、余裕。よいしょ。はい、はい、今日雑魚的やっぱダガーが楽やな。はい、おいしょ。おいしょい。はい。おお、なんやこれ。でかっ。何が効くんやろうな。縦。縦効かへんな。やっぱ剣が一番効くかな。2匹もんのかよ。はい、余裕。は
はい、全然余裕でしたね。やっぱレベルが低いやつはそんなに難しくないですね。夕方が綺麗やな。今日の献立は？お待たせしました。スープかよ。はい、戻ってきました。これからの活躍も期待しています。あと1個ね、低いやつがあったと思う。これか、レスタルムを目指す整備士と。これね、護送やっていきましょう。助かります。ではお願いします。はい、シルメに到着。ホームリゲット。さあ、 OK、 行きましょう。ごめん、到着。あれ、これシルに。はい、ジョブ。なんか結構トーテスの割にでかいな。刀でいくか。よいしょ。オッケー。クラッシュクラッシュクラッシュ。オッケー。あと4。飛んでると鬱陶しいな。ちょっと手裏剣で。あと一匹。やっぱすごいね。オッケー。待ってくれ。はい。またなんか、なんかおるやん、また。よいしょ。おい。飛んでる鳥がほんま鬱陶しいな。おいしょ、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 おいしょ。で。近く来た。エンジンかけ直すわ。オッケー。よいしょ。また出てきたよ。よいしょい。もう肩まで切っていきましょうか。よいしょ。頑張ってよ。言うね、次から次へ出てくるな。あと2匹。よっしゃ、すごいね。任せろ。おいっしゃい。そろそろボスかな。
もう。でかいやつを先に行け。OK。OK、OK。あと4匹。余裕。クラッシュ。早く。よいしょ。なんかちょっと大きめのやつがいるか？いるね。ごめん、よろしく。こいつらはとろめやから全然大丈夫ですよ。立て。おっしゃ。オッケー。オッケー。もう縦でバキバキいってんな。なんかよいしょ。負けない。オッケー。縦で攻撃するのすごいけどな。あ、出てきた。オッケー。よいしょ。あと一人は？あれ、あと一人は？おーい。あ、戻ってきた。ボス？ボス？どこ？あ、こいつらか。気をつけて。この辺のどうでもいいやつらが先に。この辺はまあ余裕なんで。ああ、余裕と言いながら。クラッシュ。こんなぐらいのクワールやったら全然余裕でしょう。OK。 あと1匹。ああ、倒した。さすが、頼りになるね。余裕でんな。何よりです。全然今回は大丈夫でしたよ、はい、おにぎりですか。微妙。味付けは大鳥流を基調に少し工夫をしてみました。おにぎりに味付けとかあるんかいな。はい、ということで戻ってきました。せっかく電力取ったんで開けて、今回はこれで、ね、終わりにしたいと思いますが、8400しかないんか。どうしよう。討伐
クエスト1個出しとくか。ここ出しましょうかね。送電成功。失われた絵画の原因へ。はい、それじゃ。君の写真すごい話題になってるよ。ありがとうございます。ということで今回はこれで終わりたいと思います、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。